もしもし、大石さん？お待たせしてすみませんでした。いえいえ、大してお待ちしていませんよ。今、レナが来ました。遊びに来たんですか？簡単な全てを知りたいんです。あなたが聞いて面白いような話はありませんよ、大石さん。
竜宮レナは怪しいと思っています。過去の事件がたとえお社様のたたりによるものだったにせよ、竜宮レナは関わっています。レナさんが怪しいと思える具体的な証拠があるのですか？状況証拠だけです。そうですか。大石さん、目に見える証拠がなければ動けないんですか？大丈夫ですよ、前原さん。あなたは私が守ります。大石さんの捜査は俺の生死と無関係でしょうが、俺は死ねば終わりなんです。だから話してください、レナのこと。サトシは転校しました。多分俺もそれほど遠くない将来、レナの言う転校をするでしょう。ですが大石さんには俺の死体を見つけることもできないでしょうね。現にサトシの死体だってまだ見つけられてない。前原さん、どうか落ち着いて。話になるのは覚悟の上ですね。今の俺にとってつまらない話は何一つありません。お願いします。まずいくつかお断りすることがあります。はい。他言無用でお願いします。また内容には一部憶測も含まれているかもしれません。全てが真実ではない。よろしいですね。真実ではないかもしれない。言ってる意味がよくわかりません。平見沢の連続開始事件は捜査本部がありません。毎年の事件はここに扱われています。ですから竜宮レナが捜査線に浮上したことは一度もないです。つまりですね、レナの調査は警察としてでなく個人として行ったということですか？ご理解いただけて助かります。話のほとんどは電話、もしくは会って聞かせてもらったものばかりです。ですから裏が取れていません。鵜呑みにしないでほしいということなんですよ。ご理解いただけますね。全部聞いた話だけなんですか？ええ、申し訳ないです。個人調査ですのでね。あれ、以前レナのカルテを見たって言いませんでしたか？確かにそう聞きましたよ。そんなことも言いましたかね。気のせいということにしてください。話してください、大石さん。わかりました。
私が知る話も前原さんと大きくは変わりません。ではどこを詳しく調べたんですか？レナが起こした事件とその後の医者での告白ですね。はい。大石さんはその内容を知っているからこそレナたちを疑っているんですね。ええ、疑っています。やはりレナたちが犯人？ああ、いえ、疑うとはそういう意味ではないんです。じゃあ、何を疑ってるんですか？おやしろ様ですよ。え？おやしろ様のたたりって本当にあるのかな？なんてまいえ、急にすごい雨が。すみません。どうぞ続けてください。はじめに事件と申し上げましたが、学校側も被害者も告発していないので、正式には事件ではないのです。でですね、この辺りがどうも関係者皆さん口が重いんです。被害者の一人は片目に後遺症を残すぐらい殴られているのにもかかわらず、学校側か、もしくは表沙汰になるのを望まない何者かがいろいろ根回しをしたのかもしれませんね。またカウンセリングを担当した神経科医も職業倫理に厳格な方で。もしもし、前原さん聞こえてます？もしもし、前原さん聞こえてますか？もしもし。ごめんなさい。え、前原さん、ごめんなさい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 。もしもし、前原さん、どうしましたか？
前原さん、聞こえてるなら返事をしてください。もしもーし。